はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回は銀河英雄伝説 4EX、ミュラーでのプレイ続きをやっていきましょう。前回までに、まあ、ようやくミュラーもね、中将に登ったということで、まずはね艦隊を、まあ、いわゆるハンコ艦隊というものから、正規の艦隊へと編成を変えていきましょう。どうしようかな。まずは、鉄壁ミュラー言えてないですね。鉄壁ミュラーなので、まあそれなりの信用にはしておきたいので、こんな感じかな。攻撃空母欲しいもんね。ここは戦艦にする。こんな感じでいきましょうか。まあ、左側に空母2隻を要して、まあ、攻撃力をね、左に集中するという形です。じゃあ、これは新しいミラー艦隊になりましたね。では、ちょっと待って、もう一度編成見よう。ミラー艦隊の編成。工作艦なのか。欲しいのは輸送艦は入れたよね。だってなので一旦これでいいか。大丈夫ですね。じゃあ時間を進めていきます。お、シュターデンはまだ健在だもんな。でクナップシュタインが準将、クナップシュタイン、ライブル、ビューロ、オイゲン、このあたりが幕僚についてるんだ。まあ悪くはないよな。ミタマイヤーの下にはオーベルシュタイン、犬猿の中のオーベルシュタインが入ってるね。イゼルロン政権における戦闘は続いているという話だな。何、ゼークト艦隊か壊滅。これさ、オフレッサーが艦隊司令官っていうのもちょっと微妙だよな。ヨーツンハイムに5艦隊を出すというの、意味があるのか。ヨーツンハイムに5艦隊出すなんて意味はないよ。そんなことよりもイゼルローンが取られてるじゃないか。イゼルローンの奪回作戦だろう。どう考えても必要なのは8個艦隊を持ってイゼルローンに出撃しよう。どうなっているんだ。イゼルローンの奪回作戦が必要でしょうよ。ヨーツンハイムに行くは行くのね。しかもシュターデンの下で戦闘するのか。これアムリッツァに攻めてさ、艦隊出さないで大丈夫なのかなっていう感じはするけどね。ケスラーはまだ少々だな。でシャフト技術大将が艦隊司令官に着任してますね。本人は望んだんだろうか。この第9艦隊はなんかカスな艦隊な気がするな。ちょっと第9艦隊、つまりシャフト技術大将の艦隊見てみますか。統率5 統率5、機動8。いやこれひどい艦隊が生まれたな。未だかつてないほどひどい艦隊ですね。オフレッサーもひどいよな。陸戦は高いんで上陸作戦では強いんでしょうけど、いやそれに比べたらこのミラー艦隊まだまだ捨てたもんじゃない立派な艦隊ですね。
ランズベルクも艦隊の司令官に再任されそうな感じですか。イゼルローンにミラーがいけないのか残念だな。ミュッケンベルガーはじめ、発光艦隊が投入されるんだね。ランズベルクのこの大衆艦隊もひどそうだな。これでもあれだな、艦隊の出撃に関してはイゼルローンに行くのにまずミュッケンベルクラーゼンがいらないよ。クラーゼンを解除して代わりに我がミュラー艦隊を入れてもらう。ストック安全もどうなの？ちょっと確認しますか。ストックアウゼンのはまだできてないね。この後できましたって言われるね。ストックアウゼン、ルッツが爆量に入ってますね。ちょっとストックアウゼンの艦隊見ますか。悪くはないよね。ストックアウゼン能力的に見ても統率73、このあたりはまあラインハルトの機下に入っている艦隊司令官、まあ、ミッターマイヤー、ロイエンタールはじめ、まあ、もちろんミューラーも含めてですけどね、比べたら見劣りはしますけども、艦隊司令官としては、まあ、至ってノーマルな能力値になってますね。ワーレンはこのまま行くと今しばらく中将とかになれることはなさそうですね。イゼルローンの戦い我が軍の大勝に終わったと言いつつ取れてはいないね。イゼルローン自体は4個艦隊でイゼルローンの攻略ができるのか、果たして。ミュッケンベルガーが入ってるけどさ、うわー出たートゥールのハンマーを食らってるよ。これさ、まともにやっても勝ち目ないだろう。いや、イゼルローンを普通に攻略するなんて無理だよ。そのうちまたトゥールのハンマーの充電が完了したら食らうぞ。だって他の連中さ、動き呪いもん。オフレッサーじゃねえか、よく見たら。ただこれオフレッサーが来てくれたらもしかしたらあるぞ。オフレッサーが来ればあるな。ちょっと一旦退避しよう。オフレッサーが来るのを待ちましょう。ミュッケンベルガーは何、そこで待機するの。死にたいのかこいつ。マジで死にたいやつとしか思えないな。ミュッケンベルガーが撤退ですね。まあそれは当然だよな。そしてオフレッサーがこの艦隊っていうかこの進行作戦の最高級士官になりましたね。うわ食らうか。トゥールのハンマーを食らったな。やってくれる。もうちょっと下がりましょう。被害がでかすぎる。オフレッサーは何してるんだ。これオフレッサー、オフレッサーだね。
いやー、オフレッサーさー、これオフレッサー的にはバカ野郎また食らうぞ。いやー、きつい戦いになってきたぞこれは。撤退だ撤退。オフレッサーはさ、何してるんだよ。撤退だこんなの。全軍撤退。シュムーで大佐の防御が2から7に上がった。元の2がひどいものがありますけど。敵国でクーデター。おー、グリーンヒル大将を首謀者とする10惑星同盟旧国軍事会議はバーラト政権において反旗を翻したという話だな。これチャンスだね。まあ、ただ同盟軍の方もね、別にアムリッツァの対戦があったわけじゃないので、艦隊としては全然すり減ってない状態だもんね。こんな状態ですからね。ヤンが艦隊を持っていないっていうのも、まあそれはそれで微妙ですけど、チュンとかは持ってるんだね、逆にね。まあここはただ反乱軍が鎮圧されて終わりだろうな。うん、連年幹部が大将に昇進か。ヒルヒアイスが准将に昇進。オフレッサーとかマジ何なんだお前って感じだよな。お、マーリンドルフが、生まれたわけだな。生まれたってか、あの、士官として登場しましたね。フェザーに軍事作戦を行うのは無理だろう。そうなるとちょっと人事だな。士官の配属、艦隊の幕僚に誰かを加えたい。ハウトマン中佐は何ができる。情報97、これはキスリング、あ、陸戦95あるんだけどな。バルドハウザー機動93も捨てがたい。オルラウだよね、そうなると。いらないの、申し訳ない。オルラウ、オルラウを解任して代わりに陸戦が強い人を入れたい。しかもできればあの占領コマンドが使える人がいいんですけど、いないね。まあそうだよね。じゃあマーリンドルフ中佐をいただきましょう。やったー、マーリンドルフ中佐がこっちに来てくれるよ。うわー、将来のね公費を横取りしましょう。イゼルローンにさ一個艦隊生かされるの誰これ。クラーゼン艦隊がイゼルローンに短期突入とか、死ぬなこれ。クラーゼンもよく行くよねこの状況で。一応旧国軍事会議は終わりましたね。それで2人亡命をしてきたという状態。ちょっと待って、今さイゼルローンに帝国の旗が立っている。
これはチャンス、チャンスすぎる。こんなチャンスそうそうないぞ。これ軍事作戦、イゼルローン。でできればあれだね、しっかりと駐留したいよね。が下船の輩が何を言うかと言われちゃうともうしょうがないよ。提案工作を使うよ。イゼルローンに駐留したいんだ俺は。それによって元帥の地位に上り詰めたいんだ。イゼルロンの防衛司令官がグッテンフィルト少将、まあ、これ却下されてましたね、まあ、そりゃそうだわ。でイゼルロンに配属するのはクラーゼンかよ。ふざけるなよクラーゼン。シュタインメッツが少将に昇進してますね。ちょっと待ってね、シュターゼンのクラーゼンの下って誰がいるの、幕僚。この中でさ、陸戦で占領コマンドなんか使えるやついないでしょ。シュタインメッツも陸戦別に強いわけじゃないからね。何が起きたんだろう。まあいいや、駐留基地。ここに駐留するのは俺であってほしかった。イゼルローンに駐留するのはこの俺だ。やったー、イゼルローンに駐留できるぞ。これでたんまりたんまりたんまりしっかりと功績を稼ぎましょう。さあ今どこまでミラー来た。ミラーはイゼルローン中流で今ボーデンまで来てるね。ボーデンここです、ここまで来てます。これでもう向かうところ敵なし。ただなー、できればもうちょっと数欲しいよね、中流艦隊。政治工作担当がマーリンドルフ、まあこれは OK だね。アロレスアイムに2個艦隊、2個艦隊でアロレスアイムどうにかなるのかな。アロレスアイムにはロイエンタールとケンプが出撃ですね。ケンプって今中将？中将だね。なので中将の2人がオーディンから出撃ですね。ティアマトにも参考艦隊を出す。結構金かけるね、ここは。アルレスアイム星系ロイエンタルとケンプが取れるのかどうかというところか。お、アルレスアイムは取ったな。
やもうタイから帰ってきて、そうだタイから帰ってきて銀河英雄伝説はこれが初めての収録ですね。この前に撮っているものはすべて、一旦タイに行く前に収録をしていたもので、タイから戻ってきて、すでにですねハーツオバンヤン砲1回とあと信長の野望大使、幕末史転生物語1回収録していて、これが銀河英雄伝説は初めてですね、タイから帰国しては。いやー本当にね、もしこのチャンネルがすごい人気の YouTube のチャンネルになってたら、もうそれこそタイでね収録してタイで生活したいぐらいですよね。それぐらいもタイに恋焦がれて寝ても覚めてもタイのことをしか考えてないんだけど、ロイエンタールが防御93まで上がってるね。これ一旦艦隊さ出撃したいな、アウレスハイムに。ミラーはただ出れないもんな。これはイゼルロンの駐留艦隊のまあ拝命を受けたのがいいのか悪いのかちょっと微妙な状況だな。ただアルレスハイム政権はものすごい数の艦隊が出てるね、敵味方敵はパエッタ。ちょっと待ってね、コーネフがいるね。ここにコーネフは空戦99、さすがよ。エマーソン、ちょっとエマーソンって言われてもすぐ出てこない。エンベス大佐もそうだけど、ただエンベス大佐の運営93はすごいですよね。ルフェーブル、ルフェーブルはグリーンヒル注意がいるね。グリーンヒル注意がここにいるんだ。どうだ、タイ顔がすごいしかめ面だけど、運営65ですね。アシュール大尉というのがこのルフェーブル大将のところですね。ホーウッド艦隊、ホーウッド艦隊はバーリンモント少尉、顔はかっこいいな。でウランフ艦隊、チェーン少将、チェーンはさすがに強いね。運営情報統率バランスがいいと思います。そもそもウランフ自体が強いもんね。統率84あって、攻撃99、空戦94、このあたりは強いですね。ボロディンとかどうなんだろう、攻撃91は悪くないな。コナリ少将、そもそも今ヤンはどこにいるんだ。ロボス艦隊にコーネフがいるんだ。ここにコーネフですね。いやーはっきり言って敵の士官同盟、ヤンはヤンウェンリーはどこに、中将になってるじゃん。死んでる、いつの間にマジか。これヤンさ重傷から2階級特進で死んで中将になってるな。これマジか、ヤン死んでたんかい。これは意外や意外。モートンとかこの辺り全員死んでんな。ムライも死んでるでしょ。あ、ムライは退役してるのか。ポプランは退役、ポプランも退役しちゃってるんだ。シェーンコップ中将死亡してる。シェーンコップも死亡してる。これイゼルローン組がもう残ってないですね。ヤン、ポプラン、ムライ、シェンコップ。まあヤンはね死んでしまっているし、シェンコップも死んでいる。ムライとポプランは退役と。え、ちょっと他も見てみる。アッテンボローは第三艦隊の爆僚でいるもんね。アッテンボローはいると。いやびっくりしたな。キャゼルヌもいるね。いや何が起きたんだろうかっていう感じが。あとさ、グリーンヒル大将がさ、これ統合作戦本部次長の座にいる意味がわからないんだけど、だって反乱起こしたんじゃないのって思っちゃうけど、びっくりしたな。バグダッシュとかもいますね、普通にね。情報100、さすがだな。パトリチェフとかここにいるね。パトリチェフは巨漢ですけど、運営情報バランスいいな。ビュコックは減衰に上がってるな、いつの間にか。大将から減衰に上がってますね。フィッシャー機動力100はさすがよ、フィッシャー。ホーク順将、まあ、顔が病んでるな。ただ運営94は使いようによっては悪くないですよね。ブルームハルト、まだこの時点ではおそらく、いや待ってね、もうブルームハルトになっててもおかしくないよね。記憶を整理しよう。
シェーンコップの後ってブルームハルトでいいんだっけ？いわゆるローゼンリッター連隊の隊長は。そこが、あ、リンツがいる。リンツが先だっけ？中佐だもんね。リンツが先だな。リンツがいてブルームハルトだね、順番で言うと、おそらく。というちょっと衝撃の事実が分かりましたね。ヤンが死んでいたという。で、アルレス・アイム政権の戦いは、まあ、同盟の方が有利な感があるな。で、アルレス・アイム政権の戦いが終われば、それこそわれわれとしても出撃しがいがあるんだけどな。同盟軍がイゼルローンに侵攻してこない限り稼げないっていうね。周りがどん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 出世していくのに遅れちゃってるな、これ。どうするよ。アイゼナッハ艦隊が全滅。アイゼナッハが死ななきゃいいけどね。アルレスアイムは勝利したの。ちょっと待ってね、これさ、イゼルローンの駐留艦隊の、まあ、任務って微妙な気がしてきたんだけど。艦隊駐留やめよう。解除。もうね、イゼルローンの駐留艦隊の、任務についてると逆に出世に遅れるっていうのがこの状況だと見て取れるのでやめましょう。で、バンフリート、ティアマト、この辺りをね、取る作戦にうまく乗じていきたいというふうに思います。まさか衝撃のヤンが死亡してるとは思わなかったんでね、びっくりしましたけど、まあ、ここはなんとかバルハラを取れるように頑張りましょう。では時間、いい時間になりましたので今回はここまでにさせていただいてですね、ちょっと全然艦隊戦とかもお送りできなかったんですが、この続きをねまたプレイしていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ、銀河英雄伝説好きな方はもちろん、銀河英雄伝説よくわかんないよっていう人もね、これを機にちょっと興味を持って見てもらえれば嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。